かすかな彼女、あかねです。あんちゃんの幽霊が可愛い、うん、まあ妖怪人間のベラのイメージを全く払拭してくれてるというか。そうですね、うん、ただね、まあ残念なのが、はい、自爆霊という設定ね、うん、まあどうしてもあの部屋から出られない、うん、まあそのあたりをしっかり最初に見せてくれたっていうのはこれは良かったんだけど、はい、でも考えてみたら、うん、結局佐藤二郎扮する浮遊霊の吉岡さん、うん、あっちの方がもうずっと役に立ってるわけでね、はいはいはい、まあそこらがいかにももったいないんだけど、うん、ただこれまた致し方ないのが、はい、あの今年の秋から NHK の朝ドラ、うん、ごちそうさんのヒロインに案は決まってるわけでね、はいはいはい、であのクランクインは実は5月中旬とも言われてると、うん、ということはかすかな彼女と、まあ、バッティングするところっていうのが出てくるわけで、はい、しかも朝ドラの方は今度は大阪放送局の制作っていうことで、はい、関西の方にずっと来てなきゃいけない、うん、となると東京との掛け持ちっていうのはかなり辛いし、はい、まあそこらあたりをなんとかうまくやろうとして、うん、いわゆるワンセットだけで済むというかね、はい、ああいう設定にしてたら当然ロケもいらないし、うん、決まった時一つのセットでもう何話分も撮ってしまえっていうこともやろうと思えばできるんですね。これ結構楽しかったですよ ね、はい、僕的にはなんかねこの幽霊、うん、結構怖いもんやっていうイメージがみんな持ってると思うんですけど、ほう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 、あないに幽霊に突っ込む慎吾くんあれが何かこう楽しくて、幽霊の茜がね生きがいですみたいなね、はい、死んでるくせにっていうね、はい、うん、もうくすぐりの部分で全部くすぐられたというか、うん、結構ハマってしまいました ね、うん、でそれに対して幽霊になって初めて突っ込まれたってあの喜ぶ茜ちゃんっていうのがね、はい、これまた可愛くて、うん、そうですね。でまあなんといってももね、幽霊だから、はい、あどっちかというとほとんどすっぴんというかね。そうでしたね、妖怪人間の時とはえらい違いでしたからねうん、で主人公の神山明を演じる香取慎吾、はい、これまた良かった。良かったですね、はい、まあ一切三の線がない慎吾ちゃんっていうのもちょっと久しぶりのような気もするし、まあ、慎吾くんでもこっちの方が似合ってますよね。まあどっちかというと普段の香取慎吾には近いのかも。そうですね、うん、ほんまにねあの人のところに幽霊が出てきてもあんな態度取りそうじゃないですか、うん、それとあっちゃん、うん、前田敦子もなかなか良かった。そうですよね、初めなんかこう可愛らしい先生の役かなと思ってたんですけど、うん、途中でコロッと変わったりするのもねあこういうことも知らんねやっていう部分でちょっと新鮮味もあったし、うん、はい、まさかねあの二面性っていうのがね、うん、本当の意味での AKB48 の中のあっちゃんっていうことじゃなかったとは思うんだけど、怖いですね、うん、でもまあね、かわいいかわいいだけの役よりはちょっと冷めたところが、うん、ああいう風な演技の方がね、はい、これまた前田敦子らしいというか。そうですね、まあ役者として一歩踏み出したんじゃないかなっていうような気はするんですけどね、うんうん、でまあ彼女も幽霊に感化されていく神山先生と同じようにこれまたいい先生になっていくのか。なってもらわんとね、一応やっぱ元 AKB ですよね、うん、でもちょっとだけ物申したいのは、はい、まあ言っても中学校なんでね、うん、あれだけ足を掘り出すっていうのはいかがなものか。で僕ら行ってた時男子校やったんで、はあはあ、あのもうおばちゃんの先生でもうびっくりしてましたけどねスカートやでー言ってね、はあ、そういうことではやっぱり生徒にある意味好かれるためにはね、はい、ちょっとビジュアル面でも子供たちの心を掴んでおかなくちゃいけないということなのか。はい、そうかもしれませんね、はあ、ね、実際にやっぱり学校の先生っていうのは今はあんな感じなのかなって、全部が全部ああやって言うとしまうとちょっと問題はあるかもしれないんですけど、やっぱりその父兄がねちょっとしたことでやっぱ言うてくるっていうのがあるんで、こう関わりすぎないっていう風になる部分も仕方ないのかなっていうのは感じますけど ね、うん、まあ確かにね、体罰の問題に関してもね、もう何十年も前であればそれはある意味しつけっていうことで済んでたのかもしれない、はい、でも今やねそうはいかない、イコール暴力、難しいというかこれでいいのかどうなのかっていうのはちょっと何とも言えないですよね、うんうん、で今ねそういうね教育問題っていうのをテーマにするとなんだかんだ言っても同じようになってしまうし、はい、決してそこから目をそらすわけにもいかないし、うん、だからあの手この手ということで、まあ、今回は幽霊を持ってきた、はい、
これはまあ新機軸というかね、うんうん、確かにね GTO みたいにね一昔前の熱血教師っていうのをぶつけるっていうその手はあるんだろうけど、はい、あれを見ててもいやいや今時っていうふうにはやっぱり思ってしまう、うん、であればまあ現実問題をいかに直視できるかっていうことに対してはこの幽霊をぶつけることで、うん、うまく折り合いをつけることができるかもしれない。そうですよね、うん、そして気になる視聴率は 11.8、はい、この前のクールの先の初回は 11.4、はい、そういう意味では似通ったとこからのスタートなんだけど、うん、ただこれまたあの子供たちの見やすいドラマになってると思うんですよね、うん、先っていうのは子供たち何のこっちゃ分からへん部分があったと思うんですけど、だからこう子供たちの口コミでねどんどんこう数字が上がっていけばええのになと思うんですよね、うん、ということでとにもかくにもかすかな彼女、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。